な登山に耐える。高いところから街を見下ろすと気持ちいいね。小さなことなんか全部忘れちゃうね。本当？この前借りた1000円ってチャラでもいける？え？それはダメだけど。そっかそっか。じゃあもっと上まで登る？高さ利用してくる。どうしよう、上に登りすぎた。道に迷っちゃった。これってもしかして遭難？え？これは私の食料だ。見てんじゃねえ。本性出してくる。そうだ、スマホで助けを呼べないかな。ダメだ、充電がない。私は少しだけあるよ。しかもちゃんと電波もある。貸して、アカウントログインさせて。それ何やってるの？ゲームアプリだよ。えー、だってまだもらってないんだもん、今日のログインボーナス。マジかよこの人。見て、分かれ道だよ。二手に分かれて出口を探そう。もしどちらかが出口を見つけたら、もう一度ここに戻ってきて相手に知らせよう。無事でいてね、タエちゃんも。よいしょよいしょ、行き止まりだ。ここでアサミちゃんを待とう。遅い、もう6時間以上は経ってる。アサミちゃん大丈夫かな。タエちゃん、アサミちゃん、あっちに出口見つけたよ。よかった。でもなんでこんなに遅かったの？いや、一回電車に乗ってさ、家で風呂に入ってから戻ってきたの。戻ってきていただけただけで何よりで。